皆さんどうもこんにちは、トゥルーこと誠です。今日はですねコスモのユウさんプロデューサーさんにですね、インタビューを受けていただけることになったのでちょっと協力いただいたんで、させていただきたいと思います。それではねユウさんの方にご挨拶をいただきたいと思います。はじめましてコスモダーツの信田です。今日はいろいろ答えれることを答えれる範囲で、いろいろ話していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけども、ですね、コスモダーツって言えば最近でこそもうバレルのメーカーさんっていうイメージがすごい強いと思うんですけど、バレルメーカーならではのそのやっぱりバレルって重いとか軽いで太い細い長い短いみたいないろいろあると思うんですけど、それについてお話をいただければと思います。嫌です。はいはい、じゃあね、断られたことは置いといて、あれですね、まずなんですけど、バレル、重心ってあると思うんですけど、あれってどういうことなんですか？すごい、むずい、むずい、まあその、どの状態での重心を、その、聞かれてるか、まあ、おそらくそのダーツのこのセッティングした状態での重心がどこですか、はい、まあ、前重心のバレルどれですか、後ろ重心どれですかって、まあ、よく聞かれることはあるんですけど、実際にバレルを作った時に単体で、まあ、まずはこういう状態ですね。うちは製品でこういう状態で売ってます。こういう状態で、このバレルは後ろ重心ですか前重心ですかって聞かれた時に非常に答えにくいっていうのは、まず大雑把に言うと重心っていうのはこの物体の、中心点、これが重心っていう言葉だと思うんです。で、まあダーツに関しては重さがあるんで重量的にバランスの取れる点、これが、ダーツに関する重心だと思います。なるほど。でもここにダーツっていうのは、まあ買ってそのまま、飾っておくのがダーツじゃないんで、もちろんそのチップをつけてシャフトをつけてフライトをつけてそれを、手で持って投げて、これで初めてダーツっていうのが、成り立つと思うんで、重心っていうのをどの状態での重心か、むずいなー。じゃあ前重心のバレル、後ろ重心のバレルみたいなやつをちょっと軽く説明したいと思います。うちの製品では、ほとんどのバレルがセンター重心っていう売り方をしてるんです。これにはちょっと意味があってっていうのは、セッティング次第でバレルの重心は前にも後ろにも持ってこれると、あとその投げる人のグリップの位置によってもやっぱり重心っていう点は変わります。勝った、お客さんが一番のシャフトをつけてスーパースリムの、フライトをつける人、もしくは、8番のシャフトをつけてスタンダードのフライトをつける人、これでもう確実にこのバレルの重心点は変わります。そしてあとはグリップする位置、まあその人によってグリップの仕方が全然変わるんですけども、あとまあ物体に対して、グリップをするっていうのはまず指の方がこれが力点ですね。であとバレルの方を触られる点、これが作用点になるんですけども、この作用点が1ミリ前であっても重心は変わるし、1ミリ後ろであっても重心は変わるんで、その販売する時にこれはどこ重心ですよっていうのは正直言いにくいんです。っていうのはやっぱりそのお客さんがどういうセッティングをされるか、どういう投げ方をされるかっていうのがわからないからです。すごいそれが無責任な言い方かもわかんないですけども、それがうちは正しい答えかなと思っています。シャフトの長さで1から8番まであると思うんですけど、実際どれが売れやすいですか？売れるのはやっぱり4、5、6
が多いですね。はいはい。その他ってあんま売れないですか？まあその4、5、6に比べて少ないっていうだけで、別に1番も8番も売れるから、うちはあの商品として売ってます。なるほどですね、はい、フライトの大きさで、フィットの製品でも結構いろんな種類あると思うんですけど、これもまた、まあ、個性いっぱいあると思うんですけど、実際に、まあ、結構売れてるのってどのタイプなんですか？現状で言うとシェイプが一番多いかな。これもちょっとね、やっぱりその流行というか、はい、あの流行りでスタンダードが流行ってる時期とか、はいはいはい、ティアドロップが流行ってた時期とかはありますけど、まあ、トータルしてやっぱり一番出てるのはシェイプじゃないかなと思います。あ、シェイプなんですね。わかりました、ありがとうございます。じゃあね、今までで、重心とか、あと持つ位置だったり、シャフトとか、種類について聞いたんですけど、もしコスモの製品を買うとしてセンターを生かすんやったら、どういう組み合わせが一番いいんですか？長さとかフライトとか。これも、さっき言ったように持つ位置でやっぱり変わってくるんで、例えばそのごく一般的な4番、5番、6番のシャフトをつけてシェイプもしくはスタンダードのフライトをつけて投げますって言われても、そのどの位置をどうグリップするかによってやっぱり重心位置は変わってくるんで、実際やっぱり投げ方を見て、はい、あなたにとっての重心はここですとか、今前重心気味に投げてますよとか、っていう、診断の仕方はできるかもわかんないですけども、なるほど。じゃあ、例えばですけど、まあ、買おうとしてる人が、まあ結構大会とかでコスモブースあるじゃないですか、その時に僕は結構前に持ってますとか後ろ持ってますっていう時は、アドバイスしてもらえたりとかは、もちろんその、そのアドバイスを押し付けたりするようなことはしないんで、聞かれたら答えますし、はい、答える前にもやっぱりその実際に投げてもらって、こういう投げ方をしたいんですって言われたら、じゃあこういうセッティング一回試してみて投げてくださいっていうアドバイスの仕方はしますね。コスモの製品買うときは、まあ、ブース行ったり、まあ、ネオ、まあ、ここを来たりとかで、まあ、親身になってやってもらえるってことで、そうですね、まあ、いろいろやっぱり投げてもらって試してもらうっていうのが一番だと思うんで。そうですね、まあ、指導用は結構いろいろありますもんね。そうですね、今うちネオには全種類の指導ありますね。わかりました。じゃあもう一個なんですけど、プレイヤーさんモデルあると思うんですけど、はい、全くプレイヤーさんと同じセッティングにすれば、はい、まあ、プレイヤーさんの真似ってできるんですか？もうそれこそスタンス、グリップ、体型、体重全て一緒にすれば可能かもわかんないですね。なるほど。セッティングだけでなかなか同じことっていうのは難しいとは思います。はい、一応その、まあ、バレルとかの、うん、まあ、サンプルじゃないですけど、セッティングの仕方って、まあ、飾ってる感じって今プレイヤーさんの長さだったりしてると思うんですけど、じゃあ、いや、してないよ。え、してないですか？だって指導用は全部5番つけてるから。あ、そうなんですか？あくまでも一般的な長さっていう感じで5番にしてる、はい、あ、そうなの。ちょっと前までプレイヤーのセッティングにはしてたけど、はい、すごい独特なセッティングのプレイヤーとかがいたんで、はい、ちょっと一般的じゃないなと思って、はい、5番に統一するようにした。なるほどですね、わかりました。おまけなんですけど、ついでに今現像してる、プレイヤーモデルを買うと、今ほんまに戦ってる、まあ、ジャパンやったりパーフェクトの選手と全く同じのって投げれるんですか？投げれるのもあるし、そうじゃない、プロトを使ってる選手もいます。あれは結構噂とかで聞くんですけど、一般の人っていうか、まあ、誰にでも投げやすいように多少販売用のモデルって、変更を加えられてるって聞くことがあるんですけど、あれってどうなんですか？その売れやすいように変更を加えたではなくて、実際にその販売する頃に本人の好みが変わってしまったっていう方が正しいんじゃないかな。選手って、その時の感性でここをこうしたい、ああしたいみたいなのがあるんで、じゃあこの形で、
バレル販売しましょうって決めた後にあの好みが変わったりとかってすることもあるんで、そのわざと変えようとか売れるようにこうしようとかっていう、うん、そんなあの考えはないです。じゃああれはデマですね。まあまあうんかな。なるほど。じゃあまあ販売ってやっぱ時期時間もかかるし、うん、じゃあその時々でやっぱりもうプレイヤーさんも使い方が変わってたりだとか、うん、もうとこが変わってるんで、うん、やむを得ず変わったっていう感じですね。わ、うん、かりました。ありがとうございます。今から実際に伸びようと、 A フライトに行けませんとか WASA になりたいですいう人らに対して上達しやすいんじゃないかなっていうような助言っていうのってあります？助言っていうか、うん、そうですね、やっぱり